けてしまいましたけど、今こうやってアイスホッケーを続けられるっていうこと、本当に皆さんのおかげでプレーできているってことが本当に嬉しいなと思います。廃部報道からどのくらい新チームになって迎えてくれるのかなっていう不安もありましたけど、今日練習からたくさんの方にお越しいただいて温かい声援だったりいただいたので本当に力になりました。